井上公園は山口県山口湯田温泉の温泉街に位置する都市公園。旧称は高田公園。井上香る旧宅何到底があったことから井上公園と呼ばれるが現存するのは石碑のみである。幕末の七郷地で京都から追放された三条耳が一時滞留した場所である。公園内に七郷の日、井上香る銅像。 ところ幾太郎検証費などがある。品種の井上を奇跡的に救った。後年の井上の業績を思うとき、このところの治療を忘れてはならない。慶応元年正月、高杉晋作が兵を挙げ、藩の俗論党と戦ったとき、書は迎えられて、遊撃隊の参謀となり、高杉に協力した。近隣住人観光客の憩いの場所であり、 湯田温泉駅から温泉街に向かう道に面して、温泉街エリアの入り口に位置する。公園内には、湯田温泉神社の小さな社がある。豊府市出身の廃人、種田三等家の区費やユダ出身の詩人、中原中也の詩碑などがあり、中也の有名な作品が刻まれている。これが私のふるさとだ。さやかに風も吹いている青前は何をしてきたのだと。 吹き来る風が私に言う。中原中や足湯などもあり、無料で利用できる。また、滑り台などの遊具も充実している。平成24年3月30日に、公園の正式名称が変更されるまでは、地名を取って、高田公園と呼ばれていた。高田公園から、井上公園へ園名が変わりました山口市、ホームページ2012年3月30日。 ありがとうございます。